はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンテリー。本日のゲームはこちら、エリカとサトルの夢冒険ナムコ、1988年9月27日のゲームということですね。このゲームって確かアドベンチャーかなんかじゃなかったっけな。ちょっとゲームボーイじゃなかった、ゲームオーバーの要素がもしない場合ちょっと考えないといけないけどね。まあこのゲームのことはまあ知らないですねなんか曰くつきなことぐらいは、まあ、耳に聞いたことはありますけれども、まあ、内容がどうなのかは知らないですね。その、なんだっけ、本筋じゃないところの情報がなんかちょっと耳に入ってますけど、まあ、そこは触れないでおきますけども、まあ、この男の子と女の子がエリカとサトルなんでしょう。はい。その二人が夢な冒険に行くんでしょう。そんな感じで。まあ今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームですよかとかを体験紹介とかできたらと思ってやっておりますが、まあゲームボーじゃない、なんでゲームオーバーとゲームボーイさっきから間違えんの？怖い。なんだ、何が起こってんだ。はい。というわけでね、そんなゲームボーイが全然面白くない。ゲームオーバーがない場合はちょっと時間でですね、ある程度まあ15分なのか20分なのかをこのゲーム内容の切りのいいところなのかで区切ってお届けしようと思っております。というわけでよろしくお願いします。やっていきましょう。どんなでしょうね。始める続きってあるな。まあでもパスワードかコンティニューかかな。どんな物語なんだろう。これ原作があるのかな。あ、良さそうな BGM、 良さそう。ちょっとしばらくほっといて、そのプロローグ的なのが流れるかどうかちょっと見てみたいところですけど、どんなんでしょうね。どのぐらい待てばいいんだろうな。こう BGM がワンループしたのがどこかっていうのが分かれば、まあまだね、このぐらいかなっていうのもあり、なんとなく予想はつきますけども。まあ、今この、なんだっけ、この、虹色のやつがのループが止まったなって思ったからそろそろかと思ったけど違ったらしい。ちょこちょこ止まるね。で BGM はまだワンループしてなさそうな感じっぽいな。必ず夢の爆発してるところのところが緑に来た時止まるっぽい。ああ、やっぱ緑に来た時ともある。始まらなさそうね。じゃあ普通にこのまま始めますか。じゃあ始めようしますとも。あ、一人である。二人がいい。え、二人アドベンチャーだ。何びっくりした。アドベンチャーだと思ってたけど今のがワンループか。なるほど。じゃあ一人である。どんなだろう。序章。あ、やっぱそうだよね。これからひととき、あなたの心は体を離れ、そして、てんてんてん。マインドシーカーの続編的なこと？休みも終わりだね。あ、これテキストが勝手に進みます。明日から学校が始まっちゃう。この子はエリカちゃん。綺麗な星空。明日は晴れるよ。晴れるのはいいけど、ずっと休みの方がいいな。あれ？何かな。家の前を変なのが通っていくよ。変なのってまだどんなの。思ったより変なの。ね、何かな。う、牛？猫？何？妻？何？人間みたいな格好、人間の格好をしている。何持ってる？笛？ホッケーのスティック。後をつけてみよう。そうね。こんな夜中にどこまで行くのかな。思ったより早足。消えちゃった。昨日方に、あ、行きましたね。あ、そして風が吹いております。何ですか？子供たちよ。子供たちよ。時の冠を探すがいい。あれ？それを手にしたとき、本当の幸せを知ることであろう。あ、え、何？え、今の、え、時の冠。おっと、誰だお前は。A ボタン押してね。ふんふん。
お前たち二人は時の冠の力でこの不思議世界に呼び寄せられたのだな。勝手なことをするね。あの不思議猫が勝手なことをしやがったのか。この世界では全ての動物が仲良く暮らしておる。ほう。冠に出会うまでくじけれないぞ。なんでそんなことにあったの。それから二人にこのドリームバッグ。ドリームバッグとは一つずつ。何でも入る。バッグの底が8次元。すごい !4 次元空間の2倍じゃん。すごい !8 次元ってどういうことだろう。どちらからも出せるのだ。すごい。お前たちのために自転車を行き先に用意しておこう。気をつけて乗るのだぞ。何を言ってるかね、ほとんど分かんないんだけど。何ですか？お？私はエリカを多分操作しております。なぜ2画面あるのでしょうか。A ボタンを押しました。え、猫多分これが話すよな。あれ、おめえ人間の子供だべ。すごく雪が積もってるんですね。会話がすごいな。キャッチボールがすごいな。そら雪祭りやるくらいだからな。あ、たこのカーソルは自由じゃないんだね。やめときましょうよ。これなんだろう。まあ多分こう動くだよね。見るだよね。喋るだよね。持ち物を見るかな。これが取るかな。これなんだろうな。バッグに入れる。でも取ると被ってるしね。これ何か壊す、叩くよね。箱を開けるか取るか。これなんだろうね。アンテナマークだと思うんだけど。文字スピード全開、ターボパワーオン。は？杉の木です。え、アウト。あ、セレクトボタンでこのサトルくんサイドに変えられることができるぞ。青空です。これ何をするゲームか今んとこわからんな。時の冠を探せか。あ、でもこのあれよね、茶色いところの地面しか歩けない。あ、教会。あ、人間の人もいるんだ。子供は風邪どこでしょ。外で遊びなさいね。こんな雪降ってんのに。わお。こんなところにカバンが落ちている。え？あ、取れた。よいしょ。取れた？え？これなんだ？動きませんよ。動かすか。え？見る？これ？中を見たいけど開ければいいんちゃうんか。ここでは使えません。何だったんだろう。分からん。ちょっと別行動してみよう。あ、なんか建物怖い。話を聞こうか。こらこら、子供あっち行け。
やめときましょうよ。まだどんなゲームかよくわからないね。もう2人を操作する意味が後で出てくるんだろうな、別々で。おお、おばあちゃん、時の冠って知ってる？今日もとってもいい天気じゃの。ほう、知りませんか？あ、旅のコムソウが、あ、なんかさっきのやつ。なんて？双子の、あ、そうなの？双子の兄弟だな、この子。で？羊のおばあさんです。無理ですよ。男の子で話しかけるか女の子で話しかけるか何か変わるのか。あ、何ここ、あれ、あ、勝手に変わった。あ、じゃあどうやら、え、入ろっかな、どうしようかな。え、どういうこと。図書館って書いてあるよ。門です。あ、いいんで中に入る。一人でやるな。あ、そういうことね。だから、アウト。こうして、切り替えて、じゃあ図書館に連れて行けばいいのね。え？ああ、え？セレクトボタン押したら2人になったぞ。え？え？え？どうすんだ？やめときましょうよ。無茶ですよ。どのアイコンが何のマークなのかもいまいち分からずじまいだけど、結局よく分からないまま退出します。でも行けるところはそもそもない。あ、なんかある。交番、こんにちは。あ、こんにちは。え？あ、落とし物みたいです。関心の子だ。落とし主が来ると思うからまた明日来てごらん。へえ、うん。え？また明日ってことは一日時計を進めろ的な、まあ今のがイベントと見なしたときに図書館に入れるようになる、さすがに。入りなさいよ。どうすれば入るんだろう。わからない。また明日になるのを待つべきか。誰もいない。あ、ゲームオーバーなさそうかな、さすがに。あ、誰もいない。スタート地点で何があったっけ。あ、 P って書いてある。パーキング。あ、なんもないらしい。入れないらしい。あ、行き先に自転車を用意してるって言ってた。ここ？駅？いや、え？
入れない入れない。え、入れた。あ、電車すっぽろ駅だよ。さらにパスポートがないと電車に乗れません。なんと。また明日来てご覧はどういうあれなの。まだ物語はこう始まってないよね。あ、公園。お、ワギャン。ワギャンじゃない？ワギャンと神殿じゃない？わーい、早くおいでよ。そんなに走ると転んじゃうぞ。大丈夫。あ、転んだ。ワギャーン。あ、本当にワギャーンだったな、あれ。すぐ病院に行こう。はあ、はあはあ。あ、で、病院に行くの。あ、もう病院だ。妹が怪我しちゃったんです。痛いよ、痛いよ。大丈夫だ？さあ、見てもらいましょう。大丈夫？誰？どれどれ、見せてごらん。ふんふん。うん、でしょうね。あー、だったら時の冠。なんすか時の冠って。狐博士どこいた。人に会わないんだよ。なんとか会えないんですか。うーん、え、ペンです。ペン立てです。な、美少女アイドルの生写真があるぞ。だってギクーミーハーなんだ。あわわあわわ。そうだ、キツネ博士に会えるように紹介状を書いてあげよう。ちょろいな。それでそんなになんか言いふらされたくない的なこと。内緒ね。みんなには内緒だよ。というわけで紹介状もらったらしい。じゃあそれはいいとして、その博士はどこにいるのかい。まあいねえ。さっきの図書館でいいのかな。これってもしかしてサトルも自転車乗れるのかな。入りなさい。まだ違うらしい。ちょっとあの P っていうところに行って自転車を取りに行こう。もしかしたら乗れるかもしれない。ああ、乗れた。博士ね、あれかな、門番の人がいたところかな。紹介状。これか。え？一人じゃ嫌だな、嫌だなーっていうのは。
紹介状だよ。あ、じゃあここでいいんだ。え？違うらしい。これか。紹介状持ってるよ。ああ、いいんだ、やっぱり。やっぱこうだったんだ。えらい厳重な家だな、この博士んち。入れよ、このボケ。大博士。来る？大博士。窓。ドア。まあ、ドア叩く？じゃあ。ごめんください。あ、来た。あ、帰ってくれやって。紹介状があるんだ。ね。あ、もうこの時点で閉じるのか。雪玉を使ってぶん投げるとこじゃ無理ですよ。どうやって？子供は溺れてる。パパ助けて。どうすんの？どうすんの？頑張って。この寒い中。いや、割とちょろく助けるな。寄ってってよ。あ、それで、口実に会える。みたいな。さっきはあんなこと言って悪かったね。いや、もうちょっといいことあるんじゃない？この寒い中、ね、子供、外で溺れてたんですけど。あ、なんか左にもワギャン書いてあるな。で、時計がなんか2時50分。2時50分じゃない。1時50分ぐらいか。何しに来たんだっけ？時の冠。ピカソ。嘘つけ。今何時だい？テーブルです。引き出しです。なんだろうね、まだ紹介状見せるかじゃ。ふむふむ。冠のことが聞きたいのか。そうよ。大昔からあっていつできたわからないんだ。はあ。冠の妖精がそのをかぶる人が決めれそうだよ。今聞きたいのはそういうことなのかな。あ、図書館に資料になる本がある。それを読めば手がかりがつかめるのではないかな。だって、ああ、もうこれで用済みだね。暖炉の中に何か隠してるだろう。ないらしい。お疲れした。じゃあ図書館へ。じゃあこっちか。もうちょっとなんか一悶着起こってほしいな。ちい、静かに。なんか、明らかに怪しい本がある。冠の本を借りたいんですけど。冠の本だけじゃわからないよ。だよね。赤いもんね。今の音大丈夫？てれれ、なんか、今の音大丈夫？大丈夫？今の音。
動かすとこれかな。これか。この本貸してくださいな。貸し出し禁止なの。はあ。どうしてもダメ？そうだね。クイズだって？クイズ、謎ダンス、行ってみよう。どんな？あ、なんか急にクイズ、何を？さあ、やってまいりました。クイズ、動物クイズ、謎ダンス。司会は私、キツネのトニーコン。はあ。はあ。アシスタントのウサダピョンコーです。ウサダピョンコーです。引田天功みたいなこと？なんか元ネタがあるのかな？今日の商品は君が今最も欲しがってる冠の本ザーンス。問題は一問こっきり外れたさよならです。はい。ラクダのコブの中身はまあ普通に脂肪ですけども。大当たりー。あ、あげるの？貸してもらえる。中身見せてもらえればいいんだけなんだけど。別にその貸し出し禁止のものを我が物にしようみたいなことは、そんな強欲なことを考えてない。っていうか、いや、今見たいんだけど。え？冠の在りかは3枚の金貨と地図に託されている。金貨の1枚は玄太の市にある。この先は金貨を当てて読むがいい。なんか、あ、仕掛けがあんのか。はあ。玄太の市、でも、電車に乗るにはあれでしょ、パスポートいるんでしょ。止めてあげる。ああ、なるほどね。翌日に来いっつってたから、そういうことか。ここに泊まってから、じゃああれだ、交番に行けばいいんだな。じゃあそれで、すやすやで翌朝交番へ。あ、落とし主がちょうど来ている。誰だお前は。ありがとう。あー、パスワードもらった。とても役に立つぞ。じゃあ失敬。というわけで、まあ30分近く経ったかな。はい、そんな感じで進めていけば、なんか、何事かにたどり着けるのかな。じゃあ、パスポート、せっかくもらったから、じゃあ、電車に乗って次のマップに行くところまでやってみるか。それで今日は一区切りにしようかな。1枚しかないから乗れませんみたいなことにならないよ。すっぽろ駅だよ。パスポートがないと電車に乗れません。このパスポートが目に入らぬか。どれ ?P。源田の駅行き発車いたします。あ、合言葉。イェーイ。というわけで、こちらの合言葉を入力すれば、お手持ちのエリカとサトルの夢冒険をこの場所から始めることができるぞ。一旦、まあ、せっかくレトロフリーク使ってるんでセーブしておこう。まあまあ、じゃあ、まあ、パスワードが出たってことは一区切りかな。まあ、移動したときに出るのかもね。あ、第2章。あ、第2章まで来たじゃん。ほう。順調なんじゃない？あ、なんかまた、色の違う街に来た。街によって季節が違うよね。あ、そうか、さっきが、すっぽろ駅だったからか。そう、寒そうな名前なわけだ。はい、というわけで、お送りしてきました。今日のワンコンティニュー、エリカとサトルの夢冒険の回でした。はい。まあ、この先どんな冒険が待ち受けてるのか、ね、
急に始まったクイズコーナー、なんかミニゲームとかがちょこちょこぶつけられそうな気もしますけどもそんな感じのアドベンチャーゲームでした。これ元ネタ原作とかあったりするのかな、どうなんでしょうね。はい、そんな感じで今日の更新はここまでです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら。良い夢を。